あんたでもいいよ。頭こされるな、気に入らねえ。お前プライベートで殺したのか。だっけ、右強烈。これ行った方でしょ。自分ではそう思ってた。倒れた。交代で教えてください。さあ、チャンピオン決戦、レジェンドの激突、はい、最後の60秒です。蹴りから入った両者、捕まえたか、圭之介、おお、パワーあります、マンダラゴンです。さあ、みくるさんはどう予想されますか。お互い一発で倒せるんで、ええ、目を離せないですね。最初の20秒間が経過しました。ユーゴさんはどう予想されますか。予想できないですよね。2人とも、まあ、さっきの試合と違って本当もうプロの中のプロなんで、どうなることやら。さあ、鉛のような緊張感、この静寂がまた緊張感を高めていきます。ブレイキングダウン5メインイベント、モハンドラゴンか圭之介か。さあ、レジェンドの激突、あと40秒。でロー、身が振り下ろしたのは圭之介、距離を取る、前蹴り、モハンも入ってきた。さあ、あと30秒切る、右、圭之介の右、モハンも右を振る、右もう一つ、レシキは圭之介も狙っているか、一撃必殺、あとどうか。さあ、あと10秒切ります。追いかけてはモハンドラゴン、当てていく圭之介、ちょっと下がったモハンドラゴン、左のミスターブレイキングダウンの称号は、さあ、どちらが掴み取るんでしょうか。山本隆弘です。前回5回大会に出させてもらって、本戦では勝利することができたんですけど、まあ内容には全く納得できてなくて、知名度あって強い選手とやりたいんで、一番やりたいのはモハンドラゴン選手。モハン選手も前回も前々回も試合で滑ってるんで、もうでかいことばっかり言って、まあ、おもんない試合して、まあ、正味見てても全然つまらないんで、まあ、僕と殴り合いしたら面白いと思うんで、俺とやろうや。そんなにやりたいのか。私やりたい。ここでやるか。もう全然よ。いいね。うん、ぶっ飛ばしやろう。今やってもらっていいですか。あ、いいですよ。はい。じゃあ彼が勝ったら彼がひな壇に変わります。大丈夫ですか。あ、大丈夫でしょ。はい。じゃあ準備してもらって。はい。大丈夫。先抜けちゃっていいですか。この試合はあれですね、ひな壇の奪い合いですね。交代ということで。あれ、モハンどうした？どうしたモハン？モハン、モハン、どうした？元気ないよ、硬いよ。硬いよ。まだチャンスある。全然。まだチャンスある。はい、リクチューブの小倉です。ブレイキングダウン5でも。あの勝利者マイクでもアピールしたように、今日はモハンドラゴンに喧嘩売りに来ました。あれ、モハンは
俺が倒してもうたわ。は？ちょ、何してくれてんねん、ほんま。ちょ、運営の皆さん、ご飯多分試合できると思ってます、僕は。なので、僕と試合させてください。モハンさっき KO 負けしたんで、はい、多分ドクター的な問題で KO 負けすると分かるじゃないですか。そうですね。確か3ヶ月できないんで試合ってなるともうできないです。勝った相手にやっとくっていうのは面白そうですけど、あれ正直自分ブレイキングダウン4、5、もうモハンのためだけにアピールしてきてここまでやってきました。トシソと戦ったのもモハンにアピールするためなんですよ。なんでそれできないんだったらもう僕はもうやらなくてもいいかなと思ってます。はい、ありがとうございました。レイキングドリームつかめ。さあ一度吠えました。ここ吠えましたね。はい、小倉かとしそうか、いよいよその時を迎えます。さあどっちか、はい、押してる、押してるぞ、はい、押してるぞ。白川さんどんな入り見てますか。押してるぞ、行け行け。いきなりバチバチな展開ですね。いいですね。レイキングドリームつかみに行ってますね。全く膠着しません。トシゾーも気持ちの強さ伝わってきます。イルハイも入れる、笑っている、前に出た。いや最初からいきますね、2人とも。来ましたね、大沢さん。いやすごいですね。ミクルさんはここまでどうご覧になってますか。いや、いい勝負ですね。30秒経過。さあ、30秒、あっという間30秒切りました。小倉選手、膝ですね。トシゾー両者右を打った。さあ、入って、危ない。いや、トシゾーも白川さん、パワーはありそうですね。いいパンチが入りましたね、今。入ってる、いけ、落ちてる、落ちてる。右の背後ガードしている。さあ、残り時間は少なくなってきました。早いオープニングマッチ、残り10秒、勝利と難問と白川飛び込んでいく、トシゾー取り出した、ガードさん、ついた、取ったか、取ったか、ここでゴングが鳴りに行きました。